皆さんこんにちは、教育百貨店の平野と申します。生徒が興味津々で聞いてくれる話題って何かありますか？ありますよ。これ多分塾の先生、学校の先生、皆さんね知ってると思うんですけど、お金の話ですね。お金の話、もうね、生徒ね、なんであんなにお金の話好きなんだろうみたいな思いますよ。これよく考えると、生徒はお金の話が好きなんじゃなくて、いや、みんな好きなんですよ。そうそうそう、別に我々もみんな好きなんですよ。見てる皆さんもお金の話好きなんですよ。ただなんかお金がなんかこう手に入れられないとか、そういうちょっと妬み的な要素から大人になるとね、お金の話を敬遠しがちになったりしますけど、基本的に人類は全員お金の話好きです間違いないと思います、はい。まあ、なんかあれがなんか嫌なあれがあって嫌いになる人はいますけどね、はい。で、僕はその、まあ、ちょっと日曜日の企画なんで、まあ、あとこれ授業の話はしませんからリンクさせたりはしないんですけど、その僕がやってた高校生の時やったネットビジネスの話と、大学生の時にやった株と FX の話を、はい、まあ、ちょっと英語の授業とね、このリンクさせて内容入ってって、最後ので、ね、解く時にそのお金の話がリンクするみたいな、うん、あのとかはやってました。まあ、ちょっとその内容はちょっと趣旨に反するんでやんないんですけど、はい、まあ、日曜日の企画なんでそのお金の話、はい、まあ彼にするんだったら、はい、僕はあの高校生の時に時間とお金の交換っていう概念を覚えたんですよ、はい、高校生って暇じゃないですか、はい、勉強しなければ暇ですよね。暇な時間いっぱいありますよね、うん、僕ちょっとネットビジネスやってまして、はいはい、そればっかりやってて勉強してなかったっていうのもありますね。あ、そう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 、それをずっとやってましたね、はい、授業中もね、はい授業中も英語数学どこの話聞かないで、そんなことばっか考えてました、うん、こうやったらうまくいくんじゃないかとか、そういうことばっか考えてました。何やってたかっていうと、まあ、10年前の話なんですけど、うん、今はもう使えませんけど、当時って iPod とか、はいはい、iPod Touch とかが出始めた時期、はい、音楽プレイヤーの全盛期だったんですよ、はい、だから音楽をネットで買うみたいなのって結構敷居が高い時代だったんで、みんなから CD を買ってで、うん、取り込んで入れる、うん、ってやってたんですよ、うん、特に音楽はやっぱ子供もそうですけど、大人が iPod を買って聴いてるっていうのが当たり前になりつつある時代で、それに目つけてアルバムを10枚以上出してる、それなりに売れてるミュージシャン、アーティストの人たちのアルバムを一番最初のやつから最新のやつまで全部揃えるんですよ。揃えると大体まあがっつり揃えるとまあ1万2万くらいかかるんですよ、うん、それを揃えてネットに出すんですよ、うん、そうするとね、大人ってその全部集めるのめんどくさいですから、お金で買ってくれるんですよ、はいはい、で僕2万円で仕入れたその CD の全部揃ったアルバムを2倍の値段とかで買ってくれてたんですよ、大人たちが。で、暇な僕が書き集めて、お金はあるけど時間がない大人がそれをお金で買う、はいはい、もちろんプチプチで放送するとかね、そういう技術も覚えて、金額も毎回変えて、どれぐらいがちょうどいい、自分も一番得で活動するかみたいなラインとか決めたりとかしてやってました。これを延々と繰り返して、お金がなくなったら延々とこれやってました、ね、3年間、まあ、今はねちょっとあれですけど、まあ、今はもうこの手法は全く通用しないですよ。そもそもアルバム全部欲しいと思ってる人たちがいないんで、ネットで買えばいい話ですから、 Apple Music、Amazon ね、ミュージック登録すれば聞けますから、あ、今のじゃ全く使えませんけど、当時はそういうことやってました、はい、この話なんかは結構受けますね。ただその生徒に言ってたのは、やっぱお金の稼ぎ方は時代によって変化をしていくものなので、うん、この手法は今使えないし、うん、それ稼げそうじゃんって言ってるものはもう時代遅れです、はい、お金のトークの話持ってると強いですよ、うん、あとまあ株の話とか、うん、FX の話ですね、うん、副業としてもおすすめですよ。あのこれ株と FX ってやりたいんだったらぜひやってほしいんですけど、会社に一切バレないで納税できる分離課税って言われてて、うん、サラリーマンとして働いている給料に対する課税に FX や株の収入を加えないで、はい、完全に分断して自分で計算して自分で納付するっていう方法があるんで、一切バレないんですよ。動画出してますね。実は過去にもその動画出してますね。ちなみに公務員の方、学校の先生も株と FX に関しては認められてますんで、やってる方裏でいらっしゃるんじゃないかなって思いますけどね。でお金の話って別に実体験がなくても生徒好きなんで、何か調べてネタとして持っておいて、授業のネタと関係ある時があれば、あとまあ集中力が長すぎてアイスブレイク的な話しなきゃまずいなって時とかに話すとか、そういう使い方はありなのかなっていうふうに僕は個人的には思いますね。では参考になった方、高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。ありがとうございました。